Yeah. おっす。なんか人魔神通信で見たんだけど、開外反応通信な。これなかなかショッキングな映像だよね。あ、それね。これは韓国南東部に位置する京山北道っていうところにあるとある幼稚園の調理場で撮影された映像なんだけど、給食を作ってるおばさんたちが、ごま油を使った後に、その容器の口をペロッと舐めてる様子が映し出されてんだよね。それはあれか、SNS に上げるためにふざけてやっているのか。日本ではたまにそういうのが発覚して大問題になったりすることがあるけど、この場合はふざけてとかじゃなくて、日常行動としてやってるパターンだよね。韓国で そういう行為は普通なのかいや、普通ではないよね。だからニュースになって報じられてんだけど。でも韓国では、一つのおかずをみんなでつつきあったり、おかずの再利用もしたりする人たちだから、文化的に人が口をつけた食べ物でも抵抗がないのかなと思って。おかずをつつき合うのはともかく、韓国人でもおかずの再利用とか、こういうペロペロ行為を見れば、当然、おえってなるよね。でも韓国では、以前の動画でやったけど、食材によっては再利用が認められてるケースもあるんだよね。そうだね。具体的には山中、エゴマの葉、ニンニクな なんかがそれに当たるよね。ニ,ンニクはすりおろしたり刻んだりしてない原型をとどめたニンニクだよね。調味料がかかってたり加工されていなければ、要するに素材のままの形を維持していれば、水で洗えば法律的にも再加工しても OK っていうルールがあるんだよね。それ多分韓国旅行に行く日本人の多くが知らないことだよね。知らないだろうね。ただ知ってたとしても、韓国ではそれが合法になってるから、韓国に行った時点でそのルールを受け入れるしかないよね。てか洗って出てくる分にはまだ全然マシな話だと思うし、店によっては客が箸をつけた料理でも、 それを選別ししてて再度盛り直して出すところもあるからねつまり、再利用されたおかずを食べたくないということであれば、韓国には行かない方がいいということだね。全部が全部おかずの再利用してるとは思わないけど、ただ個人的には、韓国人の特性を考えると、ほとんどの店がやってると思うけどね。そうじゃなきゃ、7、800円の値段で、おかずをあれだけ大量に出すっていうことはできないと思うけどね。まあ、これは今回の話とは関係ないから話を元に戻すけど、この映像は、この調理場で働いてた人、50代の女性なんだけど、その人 隠しししし撮りををてててそれを韓国の JTBC っていうメディアに渡して暴露したんだよねつまり、内部告発ということか。そう。なんでもこの女性は、去年の3月に、調理師免許も持っているっていうことで、この幼稚園の調理場で働くことになったんだけど、ただ働いてみたら、調理の仕事はさせてもらえず、雑用ばっかさせられてたんだよね。調理は院長と親しい人がずっと担当してたっていうよね。つまり、自分に対する職場の扱いがひどかったから、内部告発をしたということか。動機としてはおそらくそういうことだと思うけどね。それで調理 場にカメラをセットして隠し撮りしてその不満を晴らしたっていう感じだろうねただそういうことがなくても子供たちが食べる食べ物に唾を混入させてる時点で通報しろよとは思うけどねそこに就職してから1年程度経ってるわけだから当然ペロペロ現場は何度も見てただろうし映像を見る限りでも一人ではなく何人もが常習的にやってたのが伺えるしねそうだねそれにしてもこんな映像を見せられたらこの幼稚園に子供を預けてる親御さんとしては怒りが収まらないだろうねしかもこれだけじゃなくて賞味期限 1> が1、2ヶ月以上切れた食材を出したりしたこともあったみたいで例えばカビの生えたバナナを出そうとした時があってそれでこの内部告発をした女性がそれはちょっとまずいんじゃないのって指摘したらこんぐらい熟してた方がうまいんだよって言ってきたって言うよね確かにバナナはちょっと売れてる方が美味しいけどカビが生えてるのはまずいよねしかも子供たちが食べる食べ物でしょいくらキムチで鍛えられてるとはいえちょっと心配だよねキムチは関係ねえけどなそれと食べ物だけじゃなくて調理器具もすごく不衛生で例えばカビの生えたエプロンが使われていたりとか たたたたトングを使ったりしてたみたいだね食に対する衛生観念がゼロだね。それでこの幼稚園の園長に、これはどういうことだと、メディアが尋ねたところ、調理員にはペロペロしちゃダメだよと注意したと言って、賞味期限が切れた食材を使っていたことについては、そういうものを子供たちに食べさせたことはない。捨てる前のものを情報提供者が撮影したようだと言ってたみたいだね。それ絶対嘘でしょ。ペロペロが常習化してた時点で、何の信憑性もないよね。不衛生な調理器具も全て新しいものに交換したとか言ってたみたいだけど、こういう いうことが明るみになってなかったら交換してなかったんじゃないかなと疑っちゃうよねそうだねあと全然関係ないんだけど今回の事件を見て昔の記憶が蘇ってきたんだけどコロナが全盛期だった2020年の8月に韓国のスタバで27人の人が集団感染するっていう出来事があったんだけどこの時店の中にはコロナに感染してる人が1人いてその人が2時間半スタバ内にいたということから何らかの経緯で感染が広まったのではないかと言われててでも当時のコロナは空気感染しないタイプだったから 確かにカフェ内に感染者はいたけど、その感染者とかなり離れたところにいる客もコロナに感染してたことから、一体どういうことだと、ミステリーじゃねえかと言われてたことがあったんだよね。だから天井に設置されてたエアコンが疑われて、エアコンの風に乗ってウイルスがカフェ全体に広がったんじゃないかと、当時は言われたりしてたんだけど、ただこれも今思うと、そういうことじゃなくて、店員の中でコロナに感染してた人がいて、その人がペロペロしないまでも、何らかの不衛生な行為をして、それでコーヒーの中にウイルスが混入して、 感染が広まったんじゃないかと疑っちゃったりする部分もあるよねつまりコーヒーを再利用したということかいやコーヒーの再利用はさすがにないと思うけど感染経路が不可解なことと今回のような事件を見ると何らかの不衛生な行為があったんじゃないかと疑っちゃうよね確かに感染者と離れたところにいる人まで感染したのはおかしいねまあ今となってはその真相は分かんないし単なる憶測でしかないんだけどねスタバの件はともかく結局子供の健康とかよりもいかに調理コストを下げるか調理の手間を省くかそこしかか考えてなかった そうだね。韓国人はおかずの再利用とか手抜き工事とかもそうだけど、人が見てなければ、バレなければいいやみたいな感覚がすごく強くて、そういうマインドが社会全体に蔓延してるから、韓国人自身も他人をあんまり信用してないんだよね。常に自分は騙されてるかもしれない。相手のいいようにされてるかもしれないっていう警戒心を持って生活してんだよね。それは君がよく話してることだよね。しかも韓国では、そういう相手を騙して自分が得をすることは美徳になってるから、余計に立ちが悪いって話だよね。そそう。そう,いう話 話って、メディアで報じられることもないし、ちょっと韓国旅行に行ったぐらいじゃわかんないことだから、日本人の多くは知らないと思うけど、韓国ではこういう自国民同士の間で騙し合い、神経戦が日常的に行われてんだよね。だから韓国で有名な言葉があるんだけど、海外旅行に行ったら一番気をつけなければいけないのは、現地の詐欺師ではなく、韓国人だって言われてるぐらいだからね。韓国は一般的に先進国に分類されると言われているが、そういうのを見ると、とてもじゃないけど先進国とは思えないよね。そうだね。しかもこれ しか厄介なのは、韓国人自身がそういうマインドを持ってるから、他の国の人、つまり日本人も同じように考えてると思い込んでる部分があって、だから韓国人は、日本人の親切さには裏があると勘ぐって、実際日本には本音と建前という言葉もあるから、日本人には裏と表があるとか言って、自分たちの物差しだけで、歪んだ思考で日本人を評価したりしてんだよね。日本人としてはいい迷惑だよね。ちなみに今回の事件に対して、韓国人はどんな反応を示しているのか。当然怒ってるよね。注意だけで終わらせるのか。 刑務所に入れろとか罰則を強化してこそこういう事件が二度と起きなくなるとか園長の話は全て言い訳だ幼稚園と園長の名前を公開しろとか情報提供した人がいなければ今もバレずにいたのではないかとかこれだから出生率が低いんだこんな社会で子供を見たいと思うかとかそんなコメントが書き込まれてたよね確かにそんな社会は嫌だよねところで出生率といえばこれもジンマン通信で見たのだが韓国では今かなり出生率が低くなってるんでしょそうだね韓国の出生率の低さは今に始まったことじゃないけど 先月28日、韓国の統計庁が2023年人口動向調査統計っていうのを出したんだけど去年の合計出生率は0.72人で2018年に初めて1.0人台を切ってから6年連続で0人台を記録したんだよね日本の出生率も世界的に見ればかなり低いけど韓国と比べると日本が多いように感じちゃうよねそうだね、出生率0人台っていうのは世界的に見ても類がないし当然韓国が世界最下位なんだけど今回さらに衝撃を与えたのは 韓国の全地域で出生率1.0を上回ったところが一つもなかったんだよね。そうなのか。それまでは全国平均は0人台でも、どこかの地域では1.0人を超えていたということか。そうなんだよ。比較的若い夫婦が多くて、2022年には出生率1.1を記録したセジョン市っていうところでも、2023年は0.97人で1.0を下回ったんだよね。ちなみに韓国の最大都市、ソウルの2023年の出生率は0.55人だったんだけどね。0.55人ってすごいね。ほぼ子供 も生まないと,いうことだよ、ね、そうだね。今年は全国平均で0.6人台になるんじゃないかとも言われてるよね。それもはや国家消滅の危機ではないのか。それは韓国でも言われてるよね。しかも現段階でこの問題を解決し得る方法っていうのは、見つかってないばかりか、低出生率の原因すらつかめてない状況だからね。そうだね。出生率って難しいよね。人の心理が大きく働く領域だから、外国ではこれでうまくいったと言っても、それはあくまで 外外国国のの話ででああっててれれば結婚ととかかか子供に対する認識とか価値観もも違ううらそれをそをまままコピペしくくいいはずないよねつまりその国にあった対策を取らないと意味がないということか。そういうことだと思うけどね。だから日本と韓国も文化的には近いけど、低出生の原因っていうのは全く違うものだと思うけどね。韓国の低出生の原因って何なのそれが分かれば改善の余地もあると思うけど、たださっきも言ったように、その原因すらつかめてない状況だからね。みんないろいろ言うけど、それはあくまで憶測に過ぎなくて、 はっきりとした原因っていうのは、いろんな要素が絡みすぎて分かんないよね。憶測レベルのののの話として韓国の低出生の原因は何なのかまず、過度な学歴社会だよね。勉強ばっかで部活もないし、学園祭もない。学校にはプールすらない状況だから、青春時代も何もないわけよ。常に競争競争で、そこから外れれば負け組人生確定なわけで、そうさせないために親としても、莫大な教育費をかけて子供を育てていかなければいけないわけで、こんな苦行を味わうぐらいなら、自分の子供に味わわせるぐらいなら、子供なんてまない ほうがいいって考える方が自然だよね確かにねあと韓国人の特性として他人と自分をよく比較するっていうのがあるんだけど自分が他人と比べてどんだけ幸せかとそういう話なんだけどここで言う幸せっていうのは韓国人的にはお金を持ってるか持ってないかの話であって自分が幸せではないのに要するにお金を持ってないのに結婚して家族を幸せにすることができるのかとソウルに住まわせてやることができるのかとそれができなければ結婚しない方がいい子供は産まない方がいいと考えてそれで出生率 そうだね。だから韓国では、低出生の理由は、不動産価格の高騰のせいだっていう意見もあるんだけど、ただ根本的なところとしては、不動産価格の高騰は一つのきっかけになってるだけで、他人と比較する韓国人の種族特性と、お金を持つことが人間にとっての最大の幸福であると考えてるっていうこと。こういった考え方が韓国社会を支配してる限り、仮に不動産はなだ さん価格が下がったとしても出生率っていうのはそんなに上がらないと俺は思うけどねというのも仮にソウルに住めたとしても今度は高い車に乗れないとかブランド品の服を着れないとか高級料理を食べられないとか他人と比較して劣等感を感じるところっていうのはいくらでもあるわけだからねそういう意味では韓国の出生率を上げようと思ったら韓国人の価値観から大きく変えなければいけないということかそういうことになるよね最後は全然関係ない話になっちゃったけど今日はこの辺で終わりにしようかうん、それでは皆さんまた次回チャンネル登録とエ のフォローもよろししくお願いしますそれと限定動画を見れる月額490円のメンバーシップもやっていますので、興味のある方は登録してみてください。それではまた